こんにちは、星座チャンネル花と遥と明です。よろしくお願いします。本日も皆様にミャンマーのニュースをお届けいたします。本日までのコロナの状況です。最初のニュースです。フードデリバリーアプリケーションで一般の家庭料理をデリバリーする人が増えているそうです。一部のアプリケーションで始まり、衛生面などの心配があります。これはデリバリーのアプリあるじゃんね、あれもお店じゃなくて一般の人、例えばはるかが料理作って、はいはい、登録しちゃうのね、お店として、お店としてってお店として登録しちゃうんですよね。でそれをアプリに載せちゃうから、うん、知らずに私が頼むとはるかの手料理が届いちゃうっていうそれはそれで需要がありそうだけどあの許可がなくね、はい、作って売っちゃう、はい、うん、そうだから衛生面とか、衛生面は暑いでしょ、自転車でやるでしょ、はい、で、あの箱の中に入れてるでしょ、はいはい、お腹壊さないかなとか ね、そうっていうのが増えてるんですって。ただ全部じゃなくて一部のアプリ、寝る前でもないのそれもさっかねえ、ちょっと不安じゃない、うん、でもね、あれは前ね、うん、パベティ、うん、パベティは出たしね、うん、ちょっとテレバリーやったね、うんうん、5時、5時かな、夕方、はい、夕方5時で言うんで、うん、6時、7時で、うん、時間かかったね美味しくないね、氷は溶けてたから、味はなくなった。かわいそうだから、そうだね、いっぱいデリバリーするか、まあコロナのね、あの中でやっぱりお店に行かない、はい、お店に、いや外に出ないでしょ、はい、だからだったらもう家から作って送ってあげるっていうような形を取ってる人たちもいるっていう話なので、まあでも食中毒がねやっぱ心配で、ヤマジもよくお腹壊すでしょ、はい、外国人だけじゃないもんね、はい、壊すんだあんまりでもニュースにならないよね、はい、あるレストランに行ってそのレストランで食べた人たちが、はい、みんなお腹痛くなって病院に行きましたっていうニュースは見たことないよね、はい、日本はね、たまにあるね、すごい、なんかこれでもかっていうぐらい話題になっちゃいますよね。でもね、前でちょっと虫、うんうん、虫食べてお腹壊るの、そのニュース、虫食べてお腹壊すって何の虫食べた？前虫は出てたし、あれ一緒？イナゴ。それはね、ちょっと自分で田舎でやってるのじゃなくて、薬とかやってる虫だから、もしかしたらじゃあダメな薬とか入ってて、じゃ食べちゃったからお腹壊しちゃった。でもここでそれずっとやってる。いつもこの虫に食べてる。ニュースに見たときはね、うん、虫を捕まるとき、うん、箱の中に入れるね、うん、だから箱に上まで行かないようにその箱を洗濯機やるの、洗剤みたいな、パウダーみたいなやつ、だね、で塗ってるから、うん、もうお水でからもう上に行かなくなる、その人はそういうふうにやるからそれを食べちゃう、虫を、その虫を人は食べると危ないになった、お腹が壊す、ニュースに書いた人は、そうだね、そう、自分でやめるとか、きれいにしないから、それも食べるから、最近それは流行ってるね、みんな食べるからいっぱい売りたいね、だから簡単にやる、ちゃんとやらないとなっちゃうから、あのお金儲けだけ考えちゃって、はいはい、食べなきゃ好きな人は好きですね。ね、うん、お父さんも田舎帰るときに、うん、お父さんも私も家の人に何も食べる、うん、ちょっと自分でちょっと田舎のそれでやってるから、うん、綺麗で自分でやってるから。めっちゃいい子だったし、顔に変えた。そっか、まあ、虫の話は終わり。はい。
次のニュースです。イヤワディ川の堤防が決壊し3300世帯1万3000人以上の人が避難を余儀なくされています。下水処理場の排水パイプかを堤防内に埋め込んだんですが、その処理が甘かったっていうことで、まあ、要は工事のミスかな。川の周りにね、はい、こう水が溢れてこないように作るでしょ、はい、でそこに例えば水が流れるパイプっていうのをこう作って、はい、こっちに流していく。普通の川の中に流れていくと雨が降った時にいっぱいになるでしょ、はい、だから違うルートを作ってね、はい、水がいっぱいならないようにするんだけど、そのパイプのところがちゃんと工事できてないから、そこからまた水が出れて、でそれでたくさんの人たちの家を流してしまったっていうニュースね。これがちょっとね、その中国の会社が訴えられちゃう、責任取れ、お金払えって、だからちょっと政治的問題になるんじゃないかなっていうふうには言われてるけど、今ヤンゴンは暑いけど、田舎の方は雨がすごいね、はい、だからそういうところのちゃんと工事をしないと、被害に遭う家はいっぱい出てくるよね。被害に遭ったら大変、本当に大変。昨日南の子もね、おばさんに言ってた、水ね、うん、いっぱいすごい家の中にも入っちゃう。本当？だから上穴あったら知らないので、その穴の中雨いっぱい降るときだけわかるの。普通にはわからないけど、昨日だって水の家の中に穴開いてるから、そこから雨入ってきちゃって、昨日大変でしたって。直そう。どうするかな。いや、男たちいないから、女性たちだけからやるのはね。他の人に頼まない。普通は家に、なんか、うん、お兄さんとか誰かいると自分でやってるんですけど、うんうん、お母さんだけいるから、大変。ね、連れてけばいいよ。僕が行こうか。はい、じゃあ、以上です。今日のニュースは以上です。はい。なんで？暑い。暑いね。暑いし、あまり髪は綺麗くない。少しだけ。うん。ダメな髪は。うん。傷んでるところはね。可愛いね。私も聞きたい。でも花みたいに綺麗にならないかな。綺麗よね。前も一回来た時、友達たちは私たち常連来る木湯常連で、あれ順番が線が山びたいね、知ってる山びたいね、そう、男ですけど、髪はこのぐらいでこうしてあ、おかっぱなんだ私は山びたいね、線が夢今、おじいさんになってる。おじいさん、昔の人なんだね、はい、でも今まで有名、今までいるから、その神が似てるってちょっと言い方、日本人のさ、その仲いい子同士で言い合うでしょ、ジョー君みたいに、はい、結構ダークだよね。子供の時ね、学校からいるね、うんうん、男は女性にそういう風にいつも言う、長男みたいに、うん、なんか洋服、新しい洋服着る時とか、うん、靴が新しいとか、うん、学校とかカバンとか、うん、ちょっと見て、うん、ちょっと常連みたいに、うん、僕とか常連みたいに、そういうのってさ、好きだからこう言っちゃってちょっとちょっかい出すとかじゃなくて、それはない。なんか日本学校にいる時は多分、うん、そうかな、その女性のことを、うん、自分は好きから、うん、ちょっと、ね、言うから、うん、どこだか日本一緒ですね。今は悪口ではないでしょ、うん、自分のことを自分の前に言うとそれ悪口ではない。あ、知らない時後ろに言うのはそれは悪口、ね、そうだよね。だし仲がいいからそうやってね、はい、ちょっと、はい、そんなに言っていいのっていうぐらいなことを言い合ってるのがね、はい、仲いい証拠なのかな。信用関係の上でね、言ってるってことだと思うから。学校の時は男たちは女性に情熱するのはね、それ叩いて欲しいから嬉しい。女性は男に叩くと、それは男はすごく嬉しい。構ってほしいんだね。私は手でやらない。あ、ちょっと、くっそとか、それはひどい、ちゃんと俺やら石石
下のバーあります。あ、下にバーあるの？ハリー、ハリーバー。ああ、ハリーズバー。はい、有名かな、本当のバー。あ、そう、とこみたい。ボーリング場だけじゃなくて、バーあったり、レストランもあったりする。はい、うん、ボーリングよくやるの？私、今日行くと4回目？うん、ちょっと月に1回ぐらいは行ってると思うよ。前はね、はい、何点ぐらい取るの、1回目？80か90ぐらい、80もあるし90もある。2回やるから、1回だけでね、うん、2回だと100以上になるからね。そうだね。合わせたら。え、1ゲームいくら？5000。おー、あ、そう、1ゲーム5000ちょっとで、はい、みんな行きますか、今度ね。あ、あの、いいですよ、買ってください。ボウリングとゴルフだったら、私はゴルフの方が好きかな。暑いでしょ。暑い。ボウリング、ボウリング場めちゃめちゃ涼しいもんね。ね、楽しいし、みんな涼しいとか、いっぱいやる。やらないですけど。暑い。やらない。どんどんやらないですけど。ちょっと座って。そうなんで、あの、え、ビール飲める？はい。じゃあ行こう。はい、じゃあ行こう。ジュースとかコーヒーとか頼めば。うん。うん、いいよ、みんなのやつを見て、はい、わーわー言っとくね。てあれじゃないで、カズさんどうせまた YouTube のネタできたと思ってるだけじゃないですか、これで。嫌いからね。そうです。じゃあ、そのうちね、はい、あのやるかな、あんまり乗り気じゃないんで、私は。やります、楽しみにしててください。はい。それでは本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白い方は高評価を、もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。それでは、ハナとハルカとアキでした。たったー。